今年7月に閉館した百貨店有楽町阪急に代わってメンズファッションに特化した百貨店が今日オープンしました。いよいよ阪急メンズ東京がオープンを迎える日がやってまいりました。本日からご来店いただきましたお客様を我々のファンになっていただくために顧客作りを全員一丸となって取り組みましょう。オープン前から若い男性を中心に列ができたため阪急メンズ東京は予定より15分早く開店しました。地下1階、地上8階、およそ1万1000平米の店内に350ブランドの店が並びます。ターゲットは丸の内大手町をバックにして日本中、世界中からやってくるビジネスマンで、ヘッドスパやネイルケアの専門店もあります。女性ファッションの本場銀座有楽町エリアであえてメンズ市場に特化して生き残りをかける阪急メンズ東京。初年度売上目標は120億円、有楽町阪急時代の 1.4 倍と強気な数字を掲げています。